はい、皆さん、こんばんは、100円です。ということで、今日も、ゴッドオブは、やっていきましょう。っていうか、もう、やり方を忘れている。違う。こうだよね。撃たなきゃいけないんだよね。オッケー！で、巨大なパズルになってんのよ。なってんのよって。これをどうしたらいいかだな。バラララーラーバン、すげえ。オーマイガーシ、めんどくさそう。これは敵出てくんのかな。出てきそうだなこれ。はい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 、これ全部動かさなきゃいけないのかな。お、ディタッチされた。これ？ああそういうことか。おーおーおおお。え？え？何これ何これ。あーそういうことか。あ、オッケーオッケーオッケー。あーでまた撃てってことね。こっからどうなるんだっけかな。全然覚えてないわ。これが降りてきて、なんかカナダの映画、あ、来た。キューブって映画知ってる？あれはね、感動したい、見たとき。怖いんだよ、あれさ。なんか閉じ込められてんだよ、気がついたら。で、その一個一個、キューブってまあ、正方形、え？正方形かな？って意味なんだけど、英語で。そういう、その、正方形の部屋がいっぱいくっついたとこになんか、入れられてるんですよ、目覚めたら。で、その一個一個の部屋に、いろんなトラップがあるんだよね。例えばなんか硫酸みたいのがバーってシャワーみたいに出てくるとことか、でそういうそういうなんていうの、トリック、あ、壊していくのか、そういうトリックが全くない部屋とかもあるんですよ。でそういうとこに、こらやめろお前たち、こうヒントがいろいろあって、そういうの見ながらやっていかなきゃいけないんですけど、怖いぜ。でいろんな人がいるんですよ。そのなんか警察官みたいな人もいれば、もう全然なんていうの、会話もできない、ちょっと頭がおかしいような、頭おかしいって言ったらあれだけど、まあ障害を持ってるような人とかいたりとか、いろんな女の子いたりとかするのね。で最初全然わかんないんだよ。でこういろんな方法でさ、部屋を脱出しようとするんだけど、結局なんかトラップにかかって半分以上死んじゃうのね。だけどその喋れなかった男の人、まあ、障害持ってんじゃないかって思ってた男の人が、その素数をすぐに出せるんですよ。めちゃくちゃでかい数でも。俺も素数って言われてもよくわかんないんだけど、とにかくできるんですよ、そういうことが。で、それで、その、各、なんていうの？部屋にその番号があって、それが素数出せる数字のとこだったら、罠がないみたいなことを気づいてさ、後で。それでまあやっていくんですけど、なかなか面白い。怖い、トラウマだけどね、あの映画。特にあれが解けるところが意外に怖いっていう。はい、よっしゃーい。なんでこう上に飛ぶんだ、なんなの。はい、オッケー。死んでしまえだー。でてれれー、素晴らしい。なんでこれ、あ、そっかそっか、あれか、ゲージが決まってんのか、弓矢の。どんどん強い敵、あ、ケルベロスか。あ、お前仲間にしてな、早く。はいはい、殺しちゃダメよー。あー、間違えたー。なんでやねー、なんでやねー。はいはいはい、
しっかり仲間にしていきましょう。これをでかいやつらに使いたいね。強すぎるだろ。ああちょっとしっかり働けこれさ、自分で攻撃したらダメなんのかな。まあいいか、大丈夫か。素晴らしい。困ったらこれです。なんでうち上に飛ぶんだろう。はい、オッケー。しっかりとね。よし。ゲームの音うるさかった。これさ、めっちゃあの難しい、なんていうの、レベルでやるとめっちゃむずいんですよ。ぶっちゃけクリアできない。すぐ壊されちゃうもん。うわ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 そこで死ぬかね。ちょっとびっくりだよ。お、誰これ。ヘルメス。なんかすげえカキな野郎だな。A coward's words, Kratos. You don't try to catch me because you know you can't. 捕まえられる。あ、早いんだ。Kratos, where are you off to today? Kill any family members lately? Oh, that's right. You're off to kill your father, Zeus. Won't happen. Can't happen. Kratos is on a fool's errand.Again. Never, never learn. すげえ早いな。Never change. Kratos, the fool who killed his own blood. Kratos, the fool among mortals and gods. Forever, ever cursed. Forever, ever doomed. Consumed by vengeance. 何、何言ってんだろ。Breath. The Spartan lights the way to death. もうなんか頭が翻訳する気にならん。よし。とりあえずあいつを追いかけよう。あのアイテムくれるんだよ、確かな。確かね。俺も走れるようになった思いがある。あ、なんでこんな角度からなの。おお、すげえ。でもこのゲームのテーマって徐々に徐々に上に上がっていくっていうことですよね。上に登る、このドラマティックな演出が俺はすごい好きだよ。ドラマティックな演出。あ、あ、そういうことか。フレームオブオリンパス。ん？イキャナビー、あ、ハンドルが壊れてるってこと。あ、パンドラのボックス。パンドラの箱か。何なんだこれは。あんたが前開けた箱と同じものよ。中に神を殺す力が入ってんの。エリスを殺した時にその力を解放した。もっと強い力が箱に残っていたの。この世界には存在しない。ゼウスがタイタンたちを倒した時に始まったの全ては。ん？あの戦いから悪が生まれたことをゼウスは知ってたわ。この悪を治めるためにゼウスは、中に入れることができる箱を作らしたの。欲望、嫌味、すべてをその箱に入れたのは、彼の力を曇らせないために。あなたが箱を開けた時に、出しちゃいけない力をあなたはゲットしてしまったの。あなたが勝った後、ゼウスは恐れおののいたわ。
でもこの火は熱すぎてどうやって開けられるんだ。パンドラが開けられるの。彼女がこの火を消せるのよ。彼女がいれば復讐が可能。とても難しいことよ。あんな子供なんて簡単だぜ。そうね。パンドラってさっき助けてくれて言ってた女の子、さっき言っててもかなり前ですけどね、やったのは。パンドラちゃんを、てかどんな親が子供にパンドラなんて名前つける。トラウマです、トラウマ。さてここら辺になんかアップグレードのアイテムありそうな気がしなくもないんですけど、とりあえずまあここだよな。さっきのエルメスさんあいつとの因縁の戦いみたいなやつないのかな。そろそろアップグレードしようかな。そうですね、ブレードオブエグザイル。と黒歴史だこれ集められてないし。はい、じゃあとりあえずこれに追加するか。ブレードオブエグザイル、OK、全然上がらん。こっち、本かな。あんま関係なさそうだな。ここのイベントは、ヘッドオブヘリオス、ニアゴールドダスト、ユーザールとエイムダビーム、エンド、ゴールド、違う。あれ顔どうやって出すんだっけ、出ちったよ。違うの。どうやって出すんだっけあれ。違う。これさ。あれどうやってやんだっけ。あ、これだ。どっかにシークレットがあんの。ゴールドダスト。どっかにあった?ちらほらあるんだけど。違う。こうか。カメハメハーどうしてもやりたくなるけど。ゴールドダストここじゃないな。手前んとこにあんの、あったのか?違うな。どこ?あ、なんかでもあそこ光ってない?ここ?俺の勘違いかな?なんかあそこすごい光ってるように見えるんだけど。違うか。ゴールドダスト。ああ、これか。ちげえ。はあ?あ、待って、こっちなんか光ってない。ないかなー。ないかな、ないかなー。ないなー。なんだよ。ないじゃん。でも絶対、あ、ごめんなさい。ここに来た時に行ってたんだよね。行ってたっていうか、なんか行ってたから分かんないんだけど。どこ、そんなのある、これ。違う。ニアゴールドダストユーザー、ゴールドダスト、ナイス。ないです。
ちょっとこれ時間の無駄になりそうだから、じゃあちょっと一旦これで終わりにしようかな。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回やっていきたいと思います。ないもんね。うん、いや、ということで、お疲れ様です。Peace out!